どね、学校で慣れ慣れしくしないでよ。今でこそなんか叫び声イコール日高みたいなイメージがありますけど、それに初めて挑戦したのがこのランマ2分の1の天童茜ちゃんだったのではないかと、思います。け誰が、俺はおめえみてえな凶暴な女。やっぱり回を追うごとにある時にこうもっとこうやっぱり僕とランマが近くならなきゃいけないんじゃないかなって思い出したっていうか。お湯もらってくるからちょっと待ってて。いいよ別に。もう何しろ3年今日やった番組なんでね、中学校3年分とかさ高校3年分みたいな。やあしっけえ。ああいうような役回りというのはあまりやったことがありませんで、私の場合どっちかっていうとあのちょっと変わった役が多いというか。許さんぞ、お前と茜くんの婚約、この苦悩立て脇き、断じて断じて。万華鏡のようにいろんなキャラクターが出てきてるっていうのは面白かったですね。やってて面白かった。行くぞ龍河。え、なんだお前。まあ、僕とつで純情で魔法根治と、まあ、等身大の山田孝一っていう感じで、逆にそういうのってのはあの芝居しづらいってなりました。そんなの子供のクリスマスね。愛し合ってる恋人たちは二人だけでクリスマスをやるね。中国の武道家で、時々猫になるという話だったんですが、へよーランマ。いや家の中じゃちょっと恥ずかしくってな、ここで待ってたんで。え、いや急いでたもんで裸のままなんだけどよ、勘弁しろよな。これがぬいぐるみだろ。おい、ちゃんと持てよ。うん、これがオルゴールと。いやほんと途中邪魔がいっぱい入ってまいったぜ。でこれがカードとハンカチ。ランマ、あなた